私の本棚一部お見せします。今まで80本近い動画を作ってきたんですが、何度も感想としていただいていたのが、水星さんの周りに写り込んでいる本棚には一体どんな本が入っているのか詳しく見たいですという感想だったんです。なので何度かに分けて私の本棚をお見せしようと思うんですが、今回はいつも動画の私の後ろに写り込んでいるこの文庫本の棚をお見せしようかと思います。まあ、いつもここに入れているのは何度も読み返したい本、それから読んでいる途中の本、あとは私が小説を書くときに資料として何度も使いたい本をこの中に入れていることが多いです。なのでその時々でラインナップは変わっていますね。今日はここから、左端からお話しすることにしましょう。これは、最近買った本です。新潮文庫の森鴎外、安倍一族舞姫ですね。森鴎外は非常に作品数が多いので私も全部読んだなんていうことはないんですが、森鴎外は内容というよりもその文章の書き方にいつも注目しています。実は森鴎外の文章の書き方っていうのは、どの作品でもほぼ共通した型を持っているんです。第1文目に大まかなその状況を事実として書いて、そして2文目から3文目にかけてはその事実の補足説明や自分がどういうふうに感じたかという文章を書き連ねていくという、まあ、そういう段落の使い方をしているんですね。この文章の書き方ということに関しては後々詳しく動画でお話しすることもあるかと思います。森鴎外は鉛筆を引きながら読んでますね。それからこの芥川龍之介の、カッパあるアホの一生も、最近といえば最近買った本ですが、まあ半分は晩年の傑作が揃っていて、幻覚三宝と歯車とそれからあるアホの一生っていう3つの小説についてはもう高校生の頃に読んだので慣れ親しんでいるものですが、田端文士村記念館で、開催されていた吉増豪造さん、詩人の吉増豪造さんの展覧会に触発されて、あ、カッパ読んでなかったなと思って、その足で、買いに行った一冊です。で、カッパに関してはですね、こんな風に、鉛筆でもマーキングしているんですが、ダーマトグラフという特殊な色鉛筆でもマーキングしています。まあ、このダーマトグラフは吉増さんご本人から、いただいたものですね。ガラスだとかツルツルしたものの上に着色するための色鉛筆なんですが、吉増さんはこれ、本のマーキングに使っているので、私も潜みに習って、ダーマトグラフでこんな風にして、マーキングすることにしています。この辺りはマーキングしてないか、本当に、大切なところ、東京の水辺に関する記述にダーマトグラフを塗ってますね。まあ、こんな風にして、本を読んでいるんですが、そういえばこの冒頭の小説は、こんな感じ、結構マーキングしてますね。なるべくこう本を汚すように小説に関しては読むことにしています。この日本近代文学を今なんとか時間を見つけてちょっとずつ読んでいるというところですね。これはゴーゴリ岩波文庫です。まあ、結構古い訳ですが、全然今の感覚でも楽しく読める一冊ですね。これは名作中の名作である街灯と花、2作だけ入っているものです。まあ、私はどちらかというと街灯の方が好きですね。世界文学の観点から言っても非常に大きな影響を与えたというより、近代文学、まあ、小説の源流として、とても大事なのはこの街灯という小説です。それから神の異邦人はもうこれはボロボロになるほど読んでますね。
今この異邦人の解説動画を作っている最中なんですが、1時間にまとめる、わかりやすくまとめるのがなかなか難しくって、何度も読み返しているので、もっともっとボロボロになっています。こんな風に付箋を貼りたくなった本にはたくさん貼っているんですが、まあこれはだいたい普通ぐらい、縦に貼っているものについては部分的に何度も読み返したいところに縦にポストイットを貼っていて、横はページ全体が重要である部分ですね。どちらかというと全然貼ってない方だと思います。なんだか世界名作戦みたいなものが続いているんですが、これはサンテグジュペリの夜間飛行、南方郵便機も後半に入っています。星の王子様は私評価していないっていう話は今まで何度もしているかと思うんですが、この夜間飛行のハードな感じ、星の王子様という作品からはちょっと想像できないような過酷な郵便飛行の世界っていうのは、これは一読の価値ありですね。これは1時間半ぐらいの時間をかけて水星読書ゼミで解説しましたね。そしてアメリカのスタインベック短編集、大久保康夫役だ、結構古い役ですが、まあ昭和のアメリカ文学といったらもう大久保康夫はいろんな本を手がけていますね。このスタインベック短編集、あんまり多くの人は読んでいないような気もするんですが、スタインベックなんて今たくさんは読まれないですけれど、私はこの本すごく好きで、今年買った短編集の中ではちょっとトップ3に入れたいなっていうぐらいですね。一番好きなのはですね、いやーどれもいいな、どれもいいけど6ページぐらいで、終わってしまうこの朝飯ブレックファストという短編が本当にいいんです。どういいのか言おうとするとちょっと時間がかかりすぎてしまうので、それはやめておきましょう。YouTube に昔のサントリーの CM がたくさん上がってるんですが、もう私が生まれる前の70年代とか80年代のテレビ CM ですね。で、その中で、明らかにスタインベックの小説を元にした映像が、まあ何かの引用というよりもその CM のために撮った映像なんでしょうけど、そういう CM があったので、じゃあスタインベック読もうと思って、手に取ったのが今年の初めぐらいでしたね。これ非常にいい一冊です。そして柳田邦男です。もし私が今後の人生でたった一人の本しか、たった一人の書き手の全集しか読めませんって言われたら、哲学者のニーチェの全集かこの柳田邦男の全集、どっちかを選ぶなと思います。まあそれぐらい、柳田邦男という人の文章は何度読んでも面白いですね。この海上の道は日本の民族的な、そして文化的なルーツっていうのが南方の方にあったっていうことを書いたエッセイなんですが、まあまあそれだけではなく、他にもいろんな、エッセイが入っていますね。根の国の話、ネズミの浄土、どれも面白かったんですけど、もうかなり読み込んでいますね。使ってる付箋がかなり古いものなので、どれくらいだろうか、大学生の頃に、買った本です。で、時々思い出しては読んで、徹夜してしまうというぐらい、もうこれは傑作だと思います。まあ柳田国はどれ読んでも傑作ですけどね。徹夜本の常習犯ですね。そして、さっきも出ましたがカミューです。こちらは異邦人と、まあ、大体同時期に書かれた哲学的なエッセイ、シシュポスの神話です。まあ、これはもういろんなところで出てくる、見かける、言及される本ですね。難しい本ではあります。その実存主義っていう用語を独特の定義で語っているので、この神のノリに乗ることができたらガンガン読み進められるんですが、
だからといって異邦人とセットで読まなきゃいけない本であるとは私は思わないですが、うん、どうでしょうね。でもこれはかなりこう噛み応えがある本としては一度手に取ってもいいんじゃないかと思います。そして、雨月物語です。好きな本というわけではないです。ただ、私が今書こうとしているホラー小説にこのエッセンスを取り込みたいなと思って、しばらくの間置いています。私はどれが好きでしょう、まあ、これ怪談の短編集みたいなものなんですが、うん、私が一番好きなのはそうだな、無王のリオですかね。多分この作品集の中で一番短いものなんですが、あるお寺の僧が危篤状態に陥る。で、その危篤状態に陥っている時に、自分の意識の中では鯉に、一匹の鯉になっていて池の中を泳いでいるっていう話なんですけれど、現実の世界と夢の世界の使い方っていうのが非常にうまくって、私これが一番好きです。まあ有名なのは浅地ヶ宿とか、邪精の院とかって、ありますけれどもね。雨月物語は、まあ、人にはそんなに勧める本ではないですが、まあ、日本文学史上はとても重要な本として、まあ、ここに入れてあります。これは夢の旧作です。夢の旧作は好きな作家ではあるんですけど、なんでしょうね、やっぱり作品数が多いのでなかなかいい、これが好きだっていうものは決めがたいですね。これは角川文庫から出ている瓶詰めの地獄、この中に死後の恋と死なまいという2作品が入っているんですが、まあ、私はこれが夢の旧作の中でも一番好きなタイプの小説かなと思います。この小説の一番最後の石縛とした感じというか、もう本当にどうしようもねえな人間っていうのはというふうに思わされる2作品ですね。夢の旧作と江戸川乱歩は、全国民の必修にしていただきたいと思いますね。今後のこう21世紀の文科省には、いやいい国になりますよ日本は。それからこれは、岩井芝子のデーレイヤチモネ、去年の夏に出版された、これは角川ホラー文庫のための書き下ろしですね。4編の短編集になっています。まあ、この勃起協定っていうのは角川ホラー文庫の大ロングセラーで、今読んでも本当に衝撃的で心の中にずしんと重く読後感が残る傑作ですけれど、そのまあ、ここに正当な後継作って書いてあるんですけど、本当にその通り、あの勃起協定の4作品の作風をしっかり受け継いでいるのがこの新作デーレイヤチモネです。本当にもうどうしようもないな人間はっていうのがここに2つ並んでますね。夢の旧作と岩井島子は、並んでてよかったと思います。まあ、今岩井島子は、ね、あのテレビに出ると下ネタ連発おばさんなんですけど、ホラー作家としてはとても優秀な人物です。ここからは方向性が少し変わってきまして、これは私が好きで、読み返したいので入れてる本ですね。画家の伊予田浩一さんのマルジナリアです。伊予田さんは、まあ、よく本のカバー層画でよく本屋さんで見かける画家ですけれども、この本は伊予田さんのウェブサイトに掲載されていた文章が一部収録されているという本です。一番最初にショートショートのような小説が小編として掲載されていて、第2章には詩が、第3章には随筆が、そして第4章は、これは断章ということで、日付と一緒にその日何が書いたかというのが掲載されています。まあ、付録もあるのですが、これは読んでからのお楽しみということで、私からは何も言わないことにしましょう。
これ読んでると1ページごとに、あ、そういう見方があったかというふうに思われて、そしてこの挿絵が、伊代田さんの絵が入っているというのが、これがすごく面白いんですよね。これを読んでいると、多様な語彙で彩られている一冊なんですが、それでいて、全然読みにくいところなんかないというのが、この文章家としての伊代田さんのいいところだなって思わされるんですけど、あくまで一般的な傾向として語彙が多い人っていうのは、私も含めて、そうなんですが、たくさんの単語を吸収しないと生きられなかった人であることが多いです。私が知っている経験上に限られますけれど、それは語彙を知っていれば知っているほど世界を見るときの解像度が高くなる、流行りの言葉で言うと、そういう世界の見方を人生のある時点からどうしてもしなければいけない気分に人はなるんですよね、ある種の人は。で、そういう時に新しく出会った単語を自分の脳内に吸収する、で、それをいつでも引き出せるようにしておくっていう能力が身についていくんです。伊代田さんもそういうタイプなんじゃないかなっていう感じ、これ読むとしてきますけどね。入手しようとすると、一般の本屋さんに流通しているみたいな本ではないので、伊代田さんのオンラインストアか、あるいは文化村、渋谷文化村の中にあるナリフモダンという書店にはこの本まだ置いてあるはずです。そしてこの次が、私にとってはとても大切な一冊、ブルーノ・シュルツ全小説です。こんなに鉛筆で書き込みをした本というのはちょっと今までないかな。ニーチェのザラトゥストラ書く語りきぐらいかなという私にとってはもう人生を左右する一冊だったわけですが、もう途中から付箋貼るの諦めてますね。これはポストイットなんか貼ってたらキリがないから完全に書き込みに移行したという、そういう痕跡が生々しく残っている本です。こういう詩の言葉で書かれた小説っていうものが世の中にあるというだけで、いや、人類はいいものを生み出したなというふうに思います。シュルツについては今までの動画でも語っていますので、チェックしてみてください。それから平凡社ライブラリー、もう一つ、グスタフ・ルネ・ホッケの文学におけるマニエリズムですね。ホッケといえばマニエリズムという概念を美術史の世界に本格的に導入した人として、文化史的にもとても重要な人です。迷宮としての世界っていうこの姉妹編にあたる本では、端正な絵の作風、何か完璧さを目指すような絵の描き方っていうものが一世を風靡した後には、ものすごくデフォルメ的な絵が流行るんだっていうことを、歴史の一般法則のようなものなんだというふうに位置づけたのがこのホッケという美術史家なんですが、実はヨーロッパにおいては文学でもそういったこのマニエリスムという現象は、現象というか法則性は見られるんだということを書いた、こんなに分厚い本なんです。種村末広がものすごい頑張って、多分結構その日本語的にも苦しみながらごまかしながら書いた本だと思います。よくこんなものを出版したし、よくこんなものを平凡社ライブラリーから復刊したと思います。もう関係者は本当に偉いですね。高山博士のこの巻末解説もとてもためになります。正直、人に勧める本ではないし、書いてあることが全部わかってるのかっていうと、いや、日本語としておかしくないみたいなところもあったりするんですが、そこも含めて、難しいがゆえにここに置いているという、何度も読みたくなる本であることは間違いないですね。そしてここが、ナボコフのロリータです。これほど噛み応えのある小説っていうのもなかなかないし、20世紀に書かれた
小説の中では最高の出だしとして、まあ、有名な冒頭文が書いてある小説ですね。ナボコフの最高傑作だとは思いませんが、うん、文庫として入るのは納得だと思います。いい小説です。端的に、簡単な小説だとは思いませんが、まあでも一種のロードノベルというか、中年男と女の子の逃避行の、逃避行、まあ旅をするという小説として読むのであれば、全然難しくはないですね。まあ、難しいことは考えずに、注釈とかも一切見ずに、ダーッと読んでしまうというのが、一番いい読み方だと思います。解説が大江健三郎なんです。珍しいですね。大江健三郎って、帯文とか解説とか、めったに書かない人なんですけど、まあ、それだけ、このロリータという小説の歴史的な重要性がわかります。まあ、これは、日本の小説家としては多分一番仕事をしている堀江敏行のオパラ版短編集ですね。私、堀江敏行の本の中ではこれが一番好きです。かなり初期の作品ですが、なんというか、生活の中に美しさを見出しながら、でも、ある種の冒険が繰り広げられるっていうのが、これが、どの、一編を取っても全く退屈しないっていうのはすごいもんだと思いますね。こんなに地味な表紙なのに、読んでみるとものすごい面白いんですよ。それからその次にあるのが、コリン・ウィルソンのアウトサイダー、まあ、時代を作った評論、何評論なんでしょうね、文芸評論なんでしょうけれど、この20代で貧乏暮らしをしていた天才コリン・ウィルソンのデビュー作となった、長編の評論です。まあ、コリン・ウィルソンは、中学生の私にとっては、こう文章家として叩き上げの成功を収めたヒーローのような人でした。まあ、今でも私のヒーローではありますけどね。アウトサイダーは、ああ、こういう本の書き方があるんだというふうに勇気づけられる本なので、これはここに置くことにしています。これは野坂昭如のエロ落としたちですね。日本で書かれた小説でこれ以上に面白いのってあるかなって言いたくなっちゃうぐらい面白い小説です。どこが面白いのかはなかなか言いにくいんですが、エロ産業で働く男たちを描いた小説なんですよね。例えば、どうしても処女を売春したいって思っている男の客がいたら、プロの処女や、つまり処女であることを演じる若い女性にそういう仕事を紹介するとか、それからポルノビデオを自分たちで作るとか、まだあれですよ、 VHS なんてものが全くない時代にポルノビデオを作る男たちを描いた小説ですね。それからこれは、まあ、この野坂昭如のエロ落としたちと、ホワイティングの東京アウトサイダーズは戦後の日本を舞台にした小説を書くために資料として買ったものなんですが、まあ、どっちも単発というか単品ですごく面白い本でした。東京アウトサイダーズ、まあ、これは東京アンダーワールドっていうノンフィクション、戦後の日本を取材したノンフィクションの第2巻なんですけれど、GHQ 占領下の日本、それからその後の日本って特に東京っていう土地は外国人が牛耳ってた街がこんなにたくさんあったんだ、でしかもえげつない世界だったんだっていうのが、これを読むと本当によくわかります。日本ってこういう国だったのっていう衝撃が ありますね。これはもう何度も繰り返し読んでは、創作の中にも結構入れた本です。ここからはですね、結構難しい本が続くので、本当に手短に言いましょう。フェルディナンド・セリーヌ、世の果てへの旅、生田耕作の役ですね、中高文庫から出ています。まあ、上巻だけなのは、上巻の方が面白いから、ここに置いているんですが、この、
フランス小説って思う人が多分、衝撃を受けるような、バリ雑言に満ちた、人類への呪詛みたいな小説ですね。だからとてもいい小説なんですけれど、これは定期的に読みたくなります。これは新潮文庫から出ているデイビッド・ロックフェラーの回顧録です。これも、なんだろう、回顧録っていうのは、回顧録にしかない面白さがあるのはちょっと難しいんですけど、億万長者の世界っていうのはこういう世界なんだっていうのがわかる。で、個人的なエピソードもまたこれ面白いんですよね。ロックフェラー回顧録は非常にいい本です。だからこれはもうそろそろこのラインナップから抜こうとも思っているんですが、夏目漱石、私一番好きなのは三四郎です。映像の作り方がうまい。言葉の使い方っていうよりも、こう場面の展開のさせ方とか、こうイメージのギミックの使い方が三四郎は抜群にうまいですね。それから堀江敏行もう一冊、これは講談社文庫から出てる年少のための秀作、地味です。以上です。嫌いではないんですが、創作の、なんというか、文体の資料のために使った本で、好みとは関係なくここに置いてありますね。千曲学芸文庫から出ている風光コレクションがここに2冊入っています。こちらは、フランスの思想家ミシェル・フーコーの業績を1冊にまとめたもので、こっちは、まあまあ面白いです。それからこっちが、フーコーコレクションといって、フーコーコレクション2巻、文学新版ですね。この本についてなんですけど、まあ、ミシェル・フーコーの評論や講演録なんですが、大体評論は、小説のレビューとして書かれた文章が、載っています。そしてそのレビューの対象である本はほとんどが翻訳されていません。この風光コレクションね、誰が得する企画なんでしょうね。これなんて読んだところで全然何書いてあるかわけわかんないんですけど、わけわかんないなりに結構読み方がわかれば面白くてですね。フーコーってこういう文章の書き方すんだよなとかっていうのが分かれば、彼の知見がにじみ出るような感じで分かってくるというそういう本です。こんなのをわざわざ出せるなんてちくまお金持ってますよね。本当に誰得なんだろうというような本ですけれど、こういう現代思想を好きな人がこういうのを買っているわけです。私みたいなやつが買っているわけです。まあ現代思想なんていうもの、あるいは哲学みたいなものを全く知らない人でも、わけわかんない文章を読んだら一瞬で分かってしまった、そんな体験はあり得るものなので、無駄であるとは私は決していません。ただこの本を好き好んで読む人ってものすごい少ないですよ。でしかも売れないタイプの文庫の再右翼みたいな本ですよっていうことは、ちくまの方には言っておきたいんですが、まあそんなことを言ったところで、ちくまの方は余裕でしょう。そんなわけでここの本棚についてお話ししたのですが、実はこれ、この辺りを外すと、別にまだ、ドグラマグラとか、あとサンテグジュペリの人間の土地とか、あ、勃起協定もここにあるんですね。あ、これなんだっけ、ジェームズ・P・ホーガーの星を継ぐものですね。こういったものもあるんですが、うわ、もうちょっとすごい時間が経ってるな。これまた今度にしましょうか。